オス、オラミコだぞ。はい、え、オス、オラエッカ。皆さんおはようございます。おはようございます。またもこの二人でーす。イエーイ。なんかさ、まあ、この前、うん、もう女の子のなんかこう女子トークをしてゲラゲラ笑ってね、うん、告白でしまったそうそうね。その後終わった後にお母さん交えて、うん、卒業式にさ、うん、僕たち私たちは卒業します、なんかね言わされるね。そう、言わされるやつあったねって、うん、これジェネレーションギャップじゃないんだね、うん、みたいなことを話してました。なんかね、どの世代も絶対言う、言ってたよ、うん、私は言ってたし、自分のセリフ忘れてたし、うん、そう、忘れて1店舗ずれて、ああなんとかって言ってた記憶がある。みんな一言ずつ何かを、そうそうそう、1年生から6年生を振り返るってやつね、うんうん、あったあった。みんなはあったのかな。あるよ、あるかな、あるある、はい、今回はちゃんとゲームをやります。はい、やるゲームは脱出ゲーム人よ桜。イエーイ。もうね、なんかなんだっけ、今春だから、うん、桜山ゲームをやろうっていうことで春だからね。そう、春だから、春、こうかな、はい、音楽があるはずだから。でね、脱出ゲームこの2人でやるとたまにねこうミラクルが起きるからしやっていきたいと思います。あ、音あるね。ちょっとちっちゃいな。ちっちゃいかも。ここら辺の桜はちょうど見頃みたいだ。子供の頃に訪れた時もこれくらいの時期だったかな、うん、うん、桜の時期だったとは思うけど案外覚えてないもんだ。よし、今日はゆっくり花見を楽しんで帰ろう。はい、じゃあエカちゃん操作で。え、もうここから、もうここから始まってみたい。花太鼓橋。おお、開かないと、開かないと。もうね、脱出ゲームなんでどんどこどんどこタップしていくのがやっぱセオリーですよね。なんか持ってる、持ってる財布。100円。いいねいいね。イエイ。他に入ってない？カード的なの入ってない。本当だ。取れないじゃん。取れないのか。うん。結構なんか100円？ 100 円しか入ってないって、もう何しに来たんだよ。100円なんか回すとかないのかな。次行こう。どんどん。アイテム。あ、なんだ。なんだなんだ。なんもない。なんもない。本当だ。あ、100円？あ、違う。100円ゲットしたのかと思うじゃん、今のって。シャーンってなるし、びっくりするわ、本当に。100円？ 100 円手に入れたと思ったら。びっくりしたよ、本当に。めっちゃ笑うな。100円手って、だ、よん、ピューンって出てきたらさ。めっちゃ100円好きじゃん。100円。ああ。お、なんだろう。あ、なんだ、この、暗号ですね。暗号だね。おー。ちょっといろんなところで暗号のヒント。お、武者桜、しめいよしの、しだれ桜、奈良八重桜、こうか、こうか、芝桜。あ、お、ちょっと待って、小川さん、すいません、あのホワイトボードをいただけると、なんかの順番だね。なんかさ、丸ね、あるだろう。はい、ありがとうございます。まず、何個あるの。1、2、3、4、5、6、7で、こうなってこう。なんだろうこれ。なんだろうね。その木のやつは関係ないの。うん、なんもない。触っても、うん、まずこの丸の意味のあるところに行かなきゃいけないのか。100円。100円。違うか。100円かな。もう騙されないからね、それ100円。もう騙されないから私。あ、北を知る方法。うわ、私これ超苦手なんだけど。極性の位置、太陽の位置、パラボラアンテ ナ、何これ、あの苔かな、が生えている方が北。はは、ちょっと待って、とりあえず北極星、北極星位置、次が、ここはタップしても何もない、太陽、3がパラボラ、ほら、アンテナ、4がコケ、コケ、あの、なんだ、あの、漢字はわからないけど、言いたいやつがある。あの、コケだの、これコケって読むの、なんて言うんだっけ、あれコケかな、コケだよ、コケ、コケで合ってる、合ってる、よかった。
え、なんかお辞儀草とかそういう雑草みたい、いや、なんでもないわ。芝生？え、芝生じゃない。なん、いや、あの、多分私草の名前を言いたいんだと思う。つくし？つくしじゃない。マーキの。思い出しちゃった。なんか最近さ、芸人流行ってるくらい。流行ってる。マーキのっていうの。はい、マーキの。流行ってる。やる、やるんだよ。なあのさ、あ、これこれ。え？北極星。まあ普通に。え、何？え、さっきのさ、7つの。やつ？うん、じゃないか。え、違う？これ関係ないでしょ。関係ないか。え、何これ、こういうの苦手。ちょっととりあえずいろんなとこ見て全体を把握しよう。うんうん、ない、もうない。なんだこのあ、もうちょっとこれじゃないかな。もうさっきの階段とか謎だよね。うん、何もない階段、うん、別に何にも落ちてるわけでもないし、うんうんうん、次行こう。もうないよね。あ、これもさっき見たもんね。見たね。ん、あれは？なんだなんだ。へえ、桜おみくじか。か、昔来た時にもあったっけ。せっかくだしやってみようか。小銭はあったかな。あ、100円使うの？100円使うの？言うと全財産だよこの人今。いいの？こんな。やってみる？入れる？どうぞどうぞ。あ、すごい。端末をこうやってやってくださいって。あ、出た。8番だ。8番だ。さあ、何が出る？ 8 番をタップ。はい。おう、うわぁ、マジのおみくじじゃん。ほんとだ。え、これやだな。大丈夫？大丈夫だよ。うん、なんか手に入れた。え、何にも。これ、開け。え、ちょ、大吉だ。早かったな、今。大吉だ。大吉だ。おめでとう。でも、町人コズみたいなこと書いてなかった？ついてるの。うっそ。お、これ、シーンが変わる？あんまり遠くまで行っちゃダメよ。え、これ子供設定なのかな。なんか昔の思い出をなんかやってるよね、うん、あ、わかった。あっちにね、一人ぼっちの木があったから探索してくる、探検してくる。へー、あ、え、こういう感じなんだ。なんか昔の記憶を辿っていくというか感じっぽいね。大吉だ。あのさ、町人コズとかそういうの見たかったんですけど。ほんと見たかったね。じゃあネクスト行ってみましょう。ネクスト、はい。タップし、タップ、連続タップしちゃった。そういえばどこかにぽつりと一本桜があったような。ほう、かっこいいな。とても綺麗に咲いていたことを今でも強く覚えている。あれはどこだっただろう。もっと奥の方だったかな。あ、おみくじ見れるよ。あ、見よう見よう。なんだその、あ、必ず来る、出る、南が吉。南が吉とか覚えてた方がいいね。南が吉、南がインド。はい。郷に帰り。でもなんかここがさ、ぼやけてなくてはっきり写ってるからなんかあるのかな。ね、南が、これだね。なくしたものが出るんだ。こんな、これ何なの？矢印、何？矢印っていうか、ね、この。あ、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 なんだ？じゃこれ。ちょっと待って、うん、桜のマークか。え、なに？え、もうわけわかんない。まあでもこれでだんだんと謎を解いていくんだね、うんうんうん、行こう、どんどん。はい、奥に行くんだよね、多分。ここはもうなんもないね。ない？あ、あ、え、え、なんもない。わからん、これはなんだろう。この後だんだん分かっていくのかな。おー、こんなもん？意味行く？あの木は、あの木は咲いてない。もっと近くで見て、咲いてないのに。向こう側へ渡れないだろうか、うん、はいはいはい、行こう。船があるぞ。あ、鍵？鍵を探しに行くってことか。え、なんかさ、めっちゃ月綺麗じゃない。ね、まん丸だ、ね、なんか、なんか感慨深くなった。こういうの見るとね、ちょっとね、一人で来てみたいって思った。しんみりしてるね。しんみりしたくなっちゃう、こういうとこに来て。どうしたの？最近病んでる？大丈夫？全然病んでない。これ見たらね、ちょっとね、感慨深くなっちゃう。なんもないわ。なんもない。戻ろう。戻ろう。鍵。鍵？手に入れなきゃいけない。ぼんぼりとかさ、タップしても意味ないのか。ない。なんもない。じゃあ、あの、階段のところかな。なんかさ、この紋章を入れ、でもさ、南に吉って書いてる。あ、そっか。あ、紋章って、これかな。じゃあ。
関係ない。え、でもね、あ、でもこの花ってさ、そう、それとそこがそのね、花とその隣の二重線使えるんだよね。さっき書いてあったの。これ？あ、じゃない。これ？え、これ？あ、これさ、組み合わせんのかな。四角でもないよね。お花でしょ？うん、お花とお花、なんか全部押してる？押してる。ちょっと危ない危ない。上の段の左側の花。上の段の左側の花。うん。とその隣の二重線は、うん、さっきのあれに書いてあった。ああ、そうだね。だから他もなんか組み合わせるとかじゃないよね。うん、押す順番かな。え、ちょっと他のところをもう一回探すか。うん。鍵が入ってそうなところでしょ。南が基地っておみくじにね、あ、そう、なくし物は必ずあるって言ってた、出てくるから、うん、南をまず調べなきゃいけないんじゃね。南ってどっち、これそこでパラボラアンテナとかどこに書いてあるんね。ここも開いてないしあ、あ、灯籠。何事？ない。ない？これさ、紙、あのおみくじのさ、なんか燃やすとかない？嘘、そんなことすんの？ない、ない。大吉なのに。大吉燃やすとかない？ない、ないない、ない。なんだろう、何、ただ見れるよ的な、うん、でこういう細かいのが見れるってことは他もなんかあるのかな、いろいろあるんかな。ないない、ここはもう何にもない。桜が綺麗だな、しかしね。え、なんだろう、ここか、やっぱりあの灯籠は、あの左側の見れない。見れん。うん、さっきの階段も謎だよね。階段もね。財布を落とすとか。え、違う。え、なんだろう、やばい。おみくじ使うのかな。おみくじこれ取れない。なんだろう、なんだろうね。てか、あのおみくじのあのもっかあのなんだっけ、ちっちゃいお守りみたいなの、うん、が見たい。あ、これ。そう、なんじゃいこれ。あれ、なんかさ、うん、これさ、二重丸の中に桜が、あー、なるほどね。で、二重線。じゃあそれでやってみよう。あ、なるほどなるほど。これの中にさ、二重丸、うん、オッケー、ちっちゃい 下の右から2番目と。はぁ、神ー、すごーい。いけたいけた、いけた、さすが。あー、鍵手に入れた。やった。怖い、なんか苔生えてるじゃん。バケツ？もう、あ、なになに？もうない。もうない。他は？もうない。ないか。鍵開けに行こう。よし。いいね、いいね。ここの鍵？じゃないかな。あ、いた。勝手に使っていいの？てか。うん。あ、あ、間違いない。この木だ。この木だ。どうして咲いてないんだろう。確かに。あんなに綺麗に咲いていたのにな。ここで何してるの？私、私、女だったの？女の子。ね、僕も今一人なんだ。一緒に遊ぼう。え、え、どっち？え、どういうこと？やばいやばい、謎が謎を呼んでいる。なんか神様に会っちゃったとかかな？何そういう神秘。いい、こういうの好き。さあ、どんどん行こう。Next。ひとよの一本桜。あ、いいね。今まで一度しか咲いていないってことは、子供の頃に見たあの時が最初で最後だったってことか。それとも記憶違いだろうか。なぜ咲かないのか専門家にもわからないとあったし、書いてあったんだ。残念だけど仕方がない。あ、残念だか。またいつか咲かせてくれると信じて今日は帰るか。へえ、帰るんだ。あ、でも人よの一本桜、なんて書いてあるこれ。わかんない、見えないね。木を、じゃあ花を咲かせたのにたった一度だけと言われる、なんか、なんか名前、100年を超える山桜の一種、わかんない、なんとかの桜のように読めない、なんとかで守ってきたが、この一本は、あ、もう読めない、ぼやけてる、結構ぼやけてる。じゃあ戻るしかないのか。船がないとかない？怖いんだけど。でもなんもない。なさそうね、うん、さっきのところ看板しかなさそう。なんもない。
戻るか、うん、あ戻った、戻れた、え、うわびっくりした、え、子供がいるね、うん、子供どうしたの、紙飛行機がどこかへ飛んでいってしまったの、はいはいはい、少女だし、しかも一緒に探してくれる少女でしょ紙飛行機、分かった、一緒に探そうか、バカじゃん、この子何を言ってんの、バカって、この子バカじゃん、紙飛行機見つかった、動けよ、お前